アメリカ投資銀行ゴールドマンサックスは、2016年は新興市場の資産が底落ちする1年と予想。人民元の大幅下落があるのかどうかを憂慮しています。内モンゴル自治区迂回市委員会書記の江宝輝と内モンゴル自治政府副秘書長フエ喜生が調査されました。フエ喜生は、ファールン号迫害追跡調査国際組織の追跡調査リストに載っています。11月20日、黒竜江省の炭鉱で火災事故が発生し、作業していた38人中22人が閉じ込められました。現在、21人の遺体が確認されています。オーストラリアでは、外国人の違法不動産購入の取り締まりを強化しています。オーストラリア国庫部長は、違法購入された不動産7件に対し、売却要求をしていると発表。この中には、昨年中国人が4億5000万円で購入したメルボルンの豪邸も含まれています。新唐人テレビがお伝えしました。